そうだ、あっちの滝とかこの真っ黒な川水はもしかして全部影？その通り。中に落ちちゃったら水に落ちるよりずっと危険だよ。そのリトストっていう人、彼は一体？それについては、リトおじさんの功績をみんなに言い聞かせたい気分ではあるんだけど、生前の願いが誰にも知られないことである以上、うちもベラベラと話さない。それにはっきり言っちゃったら、一部の人にとっては老朽にいるだけで一日中恐怖に襲われるよ。そこまで。おかしい、こいつら前よりも手強くなってる。そう？じゃあカク、うちらも手伝いに行こう。カク？スーパーリレー。これ。ねえカク、無視されるとこっちの面目が立たないんだけど。すまない、さっきはあいつらの影を感じ取ることに専念していた。単刀直入に言うと、もう少し急いだ方がいい。奴らを呼び寄せる力、そこにはドニグルの痕跡が多少はあるが、元をたどれば英単が大半を占めている。え？結果から見れば私の時と同じ。釘がとうとう抜かれたの。その通り。ただ理論上はそんなに早く抜かれないはずだ。もしかしたらあいつには自分なりのチートツールがあるのかもしれない。単語の使い方は合っているだろうか。そうだ、単語の使い方はさておき、こっちもチートツールを持ってるよね。みんなの推測によると、ここの影は一種の根源物質なんでしょ。今目の前に影がこんなにあるんだから、前より情報を抽出できるはず。あ、確かに。つまり根源物質抽出装置がこっちのチートツールってこと？うんうん、あの犬は小弱や角おばさんの存在を多少は知ってるかもしれないけど、この手があるとは思いつかないんじゃない？一理あるね。それにリトおじさんの影がついてる以上、アレルギーの問題もしばらくは無視できる。わかった、じゃあ試してみるね。これは？師匠の手帳みたいだね。英単に埋め込まれてたなんて。でもこれで説明の手間が省けた。100年前、老朽という世界がどう誕生したのか。多分答えが分かったんじゃない？つまり、この計画通りに実行したの？そう。じゃないと、うちらはこうしてここに立ってることすらできない。通りで一日中恐怖に襲われるって言ったんだ。老朽に流れてる川は、元をたどれば、どれもとある人物の殉死の血ってこと？そこまで絶対っていう話じゃないけど、最初は確かにそうだった。でも、数少ない一部の人を除いて、ここにいる大半の人にとって英単は確かに帰る場所なんだ。帰る場所？そう。何しろ大崩壊を均衡状態にさせられるっていう視点から見れば、英単も完全な解決手段にはならない。最後を迎える人は自ら英単に入る、もしくは体と英単を何らかの方法で繋ぐんだ。そして、
最後は跡形もなく消える。これは老朽の伝統と言ってもいいかもしれない。なるほど。つまり命の果てに存在する死に対する恐怖が老朽を今まで存続させたのか。確かにそう理解することができる。少し変わった方法だけど、あんたたちは確かに世界の法則を定めた。でも聞く限り、私たちは桜花でもリトスとの行動の後を目にしてたはずだよね。あ、ヘリアはいなかったね。小尺を媒体にしてある古代遺物を使って琥珀街に関する情報を探ってた時の話だよ。待った待った、異物じゃなくて文物だし、師匠はまだピンピンしてるから。あ、ごめんなさい。とにかく小尺と接したことで文物は老朽に関する情報を途切れ途切れに再現してくれたの。そして殉死の術であるリトストの名前も出てきたんだ。そんなことがあったの？あ、見ちゃいけないものを見たりしてないよね。え、何のこと？時間と条件がかなり限られてたから、人工知能を借りて文字盤の情報をざっと読むことしかできなかったの。何かまずいことでもあるの？なんなら後で親切姉さんに頼んでそれを NG ワードに加えてもいいけど。そうなると後でまた簡略版を教えないといけない羽目になるよね。そんなに難しい顔をしないで。要するに彼女も七術の一人で琥珀街の住人。そのシステムによってプライベートが再現される可能性があるってこと。それで七釘の効果だけど、本当はリトストが自分の死で生み出したの。うん、だいたいそんな感じかな。七釘は本物の釘みたいに老朽をどこかに縫い付けてるわけじゃない。術の力で栄誕と老朽をくっつけることで大崩壊に対抗して海による侵食を防いでる。大体って言ったのはちょっとした違いがあるから。各みんながはっきり見られる方法とかないかな。内容が明白ではないけれど望み通り。お、これは取るに足らないちょっとした機能だ。何を見せてるのかを聞いてるの。わかった。暗夏四地方という地理用語はみんなも知っているはず。そのうちの二つ、老朽と桜花は見ての通りこの状態で存続している。全体的な構造ははっきりとしている。このように今の桜花、老朽、そして全てを飲み込もうとする海が上から下へと並んでいる。現実の空間では世界の間に上下左右といった関係はないけれど、それぞれが置かれている状況はほぼこのような状態だ。置かれている状況？100年前、7人の術が成したのは極めて単純なこと。7人は力を合わせ世界の一角をちぎり取り、それを桜花と海の間に存在させた。つまり今の老朽、一人の死をもって世界中の影を死の淵に変える。そして大地を流れるそれが押し寄せる波を防ぐ。最後に七釘を叩き込むことで栄誕の支流が溢れないように安定させる。これによって老朽は守られ、桜花は侵食を受けずに済んだ。じゃあ釘が全部抜かれたらどうなるの？答えは簡単だよ。桜花がすぐさま昔のように戻ることはないが、栄誕が蓄えた力はたちまち老朽を引き裂くだろう。でもあの犬にとって何のメリットもないじゃない。もしかして老朽に恨みがあるの？そんなに大げさなものではない。影の造物である以上ドニグルにとってデメリットは存在しない。もしそう簡単なことじゃなかったとしたら、
エイタンが世界の泡を縫い付けられるなら引きずることはできないの。例えばこんな風に。残念ながらそれは十分あり得る話だ。待って、コラリー、それってもしかしてあいつがわざわざ桜花に行った理由だったりする？その際ドニグルは自分の標的を残し、エータンの力を借りて世界を丸ごと引きずろうとしてるってこと？少なくとも桜花と老朽は反転するかもしれない。つまりこの100年の間、二つの世界の境遇は不公平だったって感じたの？さて、どうかな。あくまで私個人の見解だから。でもこっちには、釘を元通りにする能力を持つ人がいるでしょう。つまり、釘を元通りにしていけば、ドニグルの目的は達成できない。そして持久戦に持ち込んで、尻尾をつかむといいんじゃないかな。聞いたところ、相当な肉体労働になりそうだね。おそらくそう簡単にはいかないだろう。もしかして、そういえば目の前にある釘はリトストのものじゃないよね。その通り、彼の釘はあの最初の柱だ。さっき見た影も彼の持つ罹患の術相。わずかな手がかりを手に入れたみたいだ。おめでとう。事実上このようなつながりだけではなく、ドニグルが今まで残してきた痕跡を細かく分析すれば、エータン特有の力を駆使していたことがわかる。それは他の七術とは関係なく、ただ単にリトストから得たものだ。もしかしたら根源も存在するかもしれない。それって厄介だね。影って言うなら、リトおじさんとドニグルは同一視しても問題ないし、エータンの力を使うとなれば他の人よりもずっと簡単だよ。他にそれを証明できる手がかりはある？ない。でも桜花の学者たちに聞いてみたらどうだろうか。何しろ彼らは他の視点から事態の変化を観測しているはず。そうだね、親切姉さんに連絡しよう。